スを出してくるのか、フェイントをかけてまた一列に並んだ、右に来るのか左に来るのか、両方に分かれていく、どこが蹴るのか、まっすぐ転がしていく、おっとシュートしましたが、キーパーの正面、さあまたボールを持った、前へ来る、ディフェンダーが弾いた、おっとディフェンダーが弾いて出しましたので、またイエロー、パルジアンのセットプレーとなります。激しい戦いです。イエローチームのコーナーキック、右と左を変えて、今度は一列に並びません、切り前へ来ておりますが、後ろに行ったり前に行ったり、ホットパスが跳ねてて渡らない、ブルーチーム MRN のインダイレクトフリーキック。さあ誰がグリーンにちょっとぶつかったけれども、蹴るんだ、さあ前へ出すのか、ポーンと前へ出しました、ガイアルジアンも取り返した、真ん中の取り合いだ、またボールが出ました、ブルーチームのセットプレーで試合再開です。おっと今のは1回触ってしまった、ダブルタッチ、一般の手がありました、ダブルタッチ、セットプレーでボールをキックしたロボットがもう1回触るとダブルタッチではないことになります。インディレクトイエローイエローチームのセットプレーで試合再開です。イエローどこ行けるのか、アルジアン、ここまで1点のリード、このまま1点を守りきるのか、10秒の時間をギリギリまで使っているのか、あと3秒でした、おっとボールを当ててしまいました、さあイエローチームまたチャンスです。バルジャンまた一列に並んだ、どっちへ来るのか、ゆっくりとフォーメーションを崩しております、軽くボールを転がして待っているが、シュート、残念ながらポストに当たって入らない、実に惜しい、ゴールポストに当たりました。さあイエローチーム、なおもチャンスが続きます。ここでコーナーキック、はい、後半戦時計は10分を過ぎました、主審のコールを待ちます、オーバータイムが始まっております。イエローチームセットプレーで試合再開となります。少し時間を稼いでいるのか、いつもの手か、さあ